ジョルジュレグ級駆逐艦。ジョルジュレグ級駆逐艦はフランス海軍の駆逐艦の艦級。計画艦型番号は当初はコルベットと称されていたことから C-70SW とされていたが、1988年6月6日にフリゲートに変更されたことから k -70SW となった。なお北大西洋条約機構などによる ペナントナンバーでは、一貫して、駆逐艦を意味する D の艦種記号を付されており、ジェーン海軍年間やアメリカ海軍協会でも駆逐艦として扱われいる。フランス海軍が1940年代末から1950年代にかけて建造した第二次世界大戦後第一世代の駆逐艦は艦隊護衛艦と称される対空、対水上兵装主体の艦であった。その後、 第二次大戦後の潜水艦脅威の深刻化を受けて、まず1五十六年度計画で艦隊護衛艦をもとに大戦線を重視して装備を変更したラガリソニエール t 五十六型が建造された。その後、t 五十六型の実績も踏まえて大戦線重視の大型護衛艦コルベットの建造が計画され、まず1六十五年度計画で アコニと、C、C-65 型が建造された後、1967年度計画より、これを発展させた、トゥールビル級 C-67 型が建造された。これに続く1972年のブルー計画、15カ年計画で、艦隊護衛艦 T-47 型及び T-53 型の更新用として、 共通の船体設計に基づく対戦型コルベット18隻と対空型コルベット6隻の整備が計画され、しかし財政上の制約から対戦型が1971年度から1983年度にかけて計7隻、防空型が1978年度、1979年度に1隻、ずつの計2隻が建造されるのみに止まった。このうち、 対戦型として建造されたのが本級である。なおターターシステムを搭載した防空型として建造されたのがカサール級であった。大量建造を想定して C-67 型よりも小型化が図られた。戦形は選ロー型とされており、高単性工場のため NBC 防護にも配慮した下出るデル構造が導入されている。居住区は 女性の上官にも配慮されており、また、ドグラースと同様に居住性工場に意が払われた。結果、初期設計と比して、完全長にして5メートル、排水量にして150トンの大型化となった。後期建造館、5から7番館では、公開環境が1甲板分高くなっており、外見上の識別点となっている。炭鉱性工場のため、デニーブラウン社製で、 翼面積21.5メートルのフィンスタビライザーが装備されている。なお寒冷半ばにもかかわらず、船体に亀裂が見つかったことから、2002年から2003年にかけて船体の強化工事が行われた。これにより120トンに及ぶ後半が取り付けられ、これによる重心上昇を補うために210トンの固定バラストが搭載された。本級では、 イギリス海軍やオランダ海軍の影響を受けて、カスタービン主機関が導入されている。当初は、両国と同じロールスロイスタインとオリンパスによるカガーグ機関の導入が検討されたが、タインでは十分な巡航速度が確保できないと判断されたことから、セムットピルスティック 16PA6V280 ディーゼルエンジンを巡航機とするコドック方式に変更された。 ガスタービンエンジンを用いた場合、停止状態から三分で最大線速を発揮できる。またディーゼルエンジンを用いて、かつダブブマイナス43過変深度ソナーを釣り、下していた場合の速力は最大で十九ノット取る。機関区画は四室に区分されているが、両弦の機関を並べて配置する、パラレル配置とされており、監視側から、補機室、タービン室、ディーゼル室、 原則機質と並んでいる。また機関制御は集中制御方式とされており、省力化に影している。機関化は、士官3名、可視官23名、水二24名とされている。戦闘システムの中核となる、戦術情報処理装置としては、セネットマイナス4が搭載された。また衛星通信装置として、シラキューズ E 及び、商用のインマルサットが搭載されているほか、 二から四番艦では、アップスマー、セアオ式支援システムが後日装備されている。センサー面では、当初は、おおむね C-67 型が踏襲されていたが、後期立て造艦では、可表の通りに更新された。またで濃い発射機も、当初は、サイレクスが搭載されていたが、四番艦以降では、互いへに変更され、後に一から三番艦にも、バックフィットされた。 さらに、前期立て増艦を対象として、1990年代後半より、対艦ミサイル防御、ASMD 能力向上を目的とした OP3A 回収が行われた。これにより、セネット -4 とインターフェースを取った上でセネット -8.01 情報処理装置が搭載されるとともに、目標補足及び射撃式のためダイビシ、大微子2栄光学法違反。 セイジェムバイジー -105 のフランス海仕様も設置された。手法としては五十五口径百ミリメートル単装速射砲エメリ l 六十八キャダムを監視看板に搭載し、環境構造物上に d r b c 三十2 e 砲射撃式装置を設置した。股艦防空ミサイルシステムとしてはクロタルを採用し、火器完成レーダーと一体化した八連装発射機を 後部上部構造物上に設置した。ミサイルは発射機に装填された8発の他予備弾18発を搭載した。後期立造艦では改良型の黒たるエジアーに更新している。また前期立造艦では上気の OP3A 回収の際に近接防空用としてミストルのシンバド連装発射機とマウザー m k 3 0 3 0 m m 機関砲の無人砲と 20mm 機関砲、海にと、艦装が搭載された。対艦兵器としては、1.2番艦では、エグゾセ MM38 の連装発射塔を両元に搭載していたが、3番艦以降では、エグゾセム m、MM、4 0の4連装発射塔に変更され、2番艦でも同様に後日艦装している。対戦兵器としては、 魚雷のための KD-59E533mm 魚雷発射管を備えていたが、5から7番艦では、m u 9四の B5153 連装単魚雷発射管に後日換装している。後部上部構造物の後端部は、長さ 13.5m 幅 11.4m、高さ 4.3m のハンガーとされており、リンクス照会ヘリコプター2機を収容できる。 その後方の完備乾板は、長さ21メートル幅12.20メートルのヘリコプター乾板とされており、スフィックス、コンパクト E 型着艦支援装置を備えている。これは、グリッド着艦高速装置と、機体移送機上二乗によって構成されている。艦載艇として、左限にアカー670内貨艇を、右限に9メートル型の VDQ 内貨艇を搭載しているほか、 海上治安活動などに用いるため、ゾディアック社製の複合艇2隻も搭載している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。